はい、イヤラグのしんです。今日はですね、武器を使って間接的に触れると直接触れてないんで、お互いどう感じるか。例えばこれで握って押すと、これが踏ん張りますよね。はい。このくらいで触れてる分には別に構えないですよね。構えないですね。握って押し付けると踏ん張りますよね。じゃあそういうところの握ってこうすると踏ん張ります。これは踏ん張らないですよね。踏ん張らないです。この感じを、武器を使って、はい、体験というか、間接的に触れてお互い感じるところが直接皮膚で触れるとどうなるかやってみたいと思います。はい。で、上から振り下ろしてもらっていいですか。これ一応型なんで、で触れますよね。例えばこういう圧をかけると分かります。分かります。で、まあ今一つだけやりますけど、両方でかけると分かるんですよね。これはこの重心移動は気づかないんですよね。ここに触れてるだけなんで、はい。それにこっちを足すとこういう感じ。踏ん張りましたね。痛いし。これが最初さらっと、これに後からこっちを足すと。うん。もう響きます。まあこういうのもあるとですね。ただ。例えばじゃあ、振ってもらって、これが武器じゃない場合、両方でかけたら、当然これ、バンって言ってんで、踏ん張りますよ、はい。これがだから、このぐらいの感じですね。でも、まだそっちにかけてない。で、後からこっちが来ると、踏まないっていう。で、まあ、やりたいのが、よけて、これを、これをこう持っていこうとするんで、はい、まあ、耐えますよね。まあ、振ってるんで、この重さがあるんで。で、例えば、てこの原理で入れ替えるのは可能なんですけど、相当な力がいるし、痛いですよね。で、やりたいのは、振れます。ただ上げようとすると、この力に反応するんで、ここで触れて、尺骨軸を、こう意識したいですね。触れます。尺骨軸をこう意識します。で、まあ、あと、意識しないと、まあ、この、こう、握りの上げだと絶対上がらないですね。ここの上げる感じが来るので、はい。で、もう一個簡単な方法が、触れます。この移動を、下に崩しておいて、ここでひょいっと。これをやってみましょう。はい。こっちもですか。当てておきます。そこで持ち上げ、当たると痛いし、耐えちゃう。ここで抱え上げると、めちゃくちゃぶつかってんで。先生も難しいです。じゃあ片手にしますか。痛いから耐えちゃう。ここでもう持ち上げ感がぶつかるんですよね。難しいですね。まあ難しいというか、ここだけで上げようとするのが来るんで、ぶつかりますよね。はい。で、じゃあ、イメージ湧かないと思うんで、ここで、田んぼの代わりこれにしましょうか。まあ今こう持ってたわけですよね。で、ここを入れ替えに来たんだけど、はい、これがまあ長いとして、今、こういう持ち上げ感がいくから、よいしょっていうのがぶつかります、はい。で、一番簡単な方法が、要は、ここが上がるときに、小指にぶつかりますよね、はい。ぶつかんないように下げるんですけど、これがよく間違えちゃうのは、一緒に下げちゃうと抜けるんで、はい、その後こうなるんですけど、はい、
まあ、ここが軸と考えてこうなりますよね。で、その後、スイッチかければ。これをやってみましょうか。要は、こうは上がんないけど、ここを軸に222と置いて、その後スイッチかければ、上がります。こうするの、うん、こんなイメージ。もっといらないですね。もっといらない。あ、そう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 。今のは全然楽ですよね。楽です。どうしようか。絵的に担ぎたくなりますよね。こういうイメージじゃない。それがさっき単語の時にそれが出てたんですよ。ああ、それでこう上がらない。ああ、そうそうそう。ああ、はいはい、そうそうそう。全然いらないですよね。何もやっていない感じですね、うん、あ、そう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 、それをやってくれる、はい、今の小指のところはまあここですね。で、今の下に沈んで、そう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 、で、これが今片手だからよかったけど、両手でガン、ここがなんかしっかりしてるからといって力むとダメ。こうするとそうそうそう、もうまた両手でなんか踏ん張ってるように見えてるからそうだけど、片手でこうしてるだけ。そうそうそう、そう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 、こういう感覚ですね。そうそうそう、だからぶつけてないで沈んでひょいっとやってるだけですもんね。そうですね。今沈んでぶつけないでひょいってやりましたよね、うん、はい、で、これが沈まないんだけど、こう沈んだ代わりがここでひょいってやってる、ポンとここだけひょいってやると、これがポンと、これをやってみましょう。これも、うん、こうなってますよ。なんかやっぱこうあるとちょっとここ両方挟んで やりたいくなりません、はい、そう見えちゃうかもしれないんだけど、要はこうしてるのとしても、うん、うん、そこでその力はいらなくて、あ、ここにパタンと倒して、そう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 、その力、ここに鎖骨軸を倒す、そう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 、でもこうなってた、あ、そういうことする、これが倒れる、そう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 、さっきは沈んで、まあさっきのは沈んでぶつかんない面でそうは上げてますけど、はい、今回はそこはパターン、あ、そう、パターン、そうそうそう、落ち込んで、で、この原理、そう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 、なんか、フライパンにこう、入れて、向こうにひょいっと投げているのかな。本当にこう、投げてるの？そうそうそう。ここになんか、すごい重さがあって、それをふんって持ち上げてんじゃなくて、目玉焼きなんかなんか焼いて、隣に入ってこう、投げているような感覚ですよね。そうそうそう、それで。で、その感じを、例えば、両手で持ちますよね。あ、こう、うん。で、今の感じなんですけど、あ、イメージが分かる。持ってる方が分かりやすい。持ってて、まあ、持たれたとして、これが、フライパン重いの10キロぐらいの方、これを持ち上げてやろうだところですけど、今みたいにこう、ふいっとこう入れ替えてください。で、簡単なのは、一つ目のは、こっち降りて、まあ、ここにぶつかんないでこう入れて。まあ、それがないと、これだけひょいって入れ替えてください。持った方が分かりやすい。
対象は、うん、そう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 、これ上げてしまったのか、うん、これの方が分かりやすい。この面をパタンと倒して、そう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 、両手でだからガツだとそう思うけど、こっち、そうそう、こっちだけひっくり返す、そうそうそう、うん、今肩で上がったでしょ。いやいや片手でやってる時とやってることが違う。うん、ここをもう上げようとするから、ここの面を叩くと、そう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 。肩で上げちゃう。あ、ちょっと待って。もうしたくなるんですか。ああ、もう突っ込んでくる。うん、うん。あれ、違う違う。ここ、パタン。そう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 、あ、そう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 、うん、あまりにもやった感がなさすぎて、うん、これだけでいいんですね。こういうところのなんかうわーって力感はいなくて、ここここパタッと倒してる、そうそう、これだけなんですよね。うん、これはだから、なんでもいいですよ。で、最初やった、あれがいいかな。ここ、これ、ここ。これを、あ、ちょっと絵的に、こうですかね。これ降りないですよね。で、1、2で触れれば、はい、両方でかけて耐えるんですよね。耐えます。これ耐えづらいですね、うんうん、耐えづらいです。これに後からここを足してあげれば両方でかけたら、うん、これが頼りないから、それにこれを足して、はい、もうかける、うん、あ、そう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 。うん。こう押し付けですよね。押したくなるんですよ。うん。これがいけないんですよ。うん。で、体幹乗せてくるから自分も負けじと、これは耐えますよね。そういう力を感じさせないんですよ。あ、そう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 。で、だから、それは、今間接的に触れてるけど、お互いそれを感じてますよね、はい、で、直接触れるとその武器の間の技がないんで、これが最初からこう持ってこれを耐えますよね、はい、今のだからこの移動とこれを足してあげてる、ああダメなんだ、ダメなんだ、やってしまうのかな、ここで準備させてくれる、うん、こういうたまにこうひねったり、うん、もしかかった、うん、こうしてしまう、最初のもうそこですよね、あ、そう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 、味気ない、やった感はないんですけど、こういうことなんです。だからあの相手上げとかもそうですけど、ここでまあ固めにしましょう、あのこう下に押さえてますよね、こうやって持ち上げようとするとめちゃくちゃ下に入ってくる体感を感じますよね、うん、何も押さえてくない、そうそう、だからここはないですよねないです、これをわざわざこう、あ、もう押さえられますよね、だからそっちに行ってないとこれですよね、その味気ないところにこれが上がってくれば、これが上げようとしたときにちょっとでもなんかこう、うん、ここも使ってるのめちゃくちゃ分かります、分かります、なくなりました、でここだけ上げる、
段やりがちなのは、うんうん、もう、もう、こういう、来たねっておっしゃいます。あっこれでわかるんです。だから、ここで持ち上げる感じが、さっきの単語と一緒で、ここで持ち上げ感が来ると思います。もう、この動きが。おぉ、そう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 。もう、なるべく怒りをなくして、この動きだ。こういう余計なことですね。余計なことですね。あ、そう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 。こうしたくなるんですか。後ろに、それもいらない。そこだけ、そこだけ。うわ、そう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 。本当にこれだけなんですね。この動きは。そうしないと気づくんですよね。両手で持たれてるから、ちょっとこんぐらい入れないとってやると分かっちゃう。分かります。で、何にもないとこでここだけ、ここだけ上がってる。だから結構抑えたなと思って、こうやった瞬間分かりますね。分かります。だからここは何にもしてなくてここだけ上がらないと、本当にここだけです。そう、だから本当それを意識して練習しないと。そうです。まあ、こう、こう、あ、もうさっきの、まあ、ここだけで押さえていくのって、あ、両手でこうでもか、こうしてて、で、上から押さえつけられてから、こうしないとって思うとそうなりますよね、うん、気にしないで、この動きだけですよ。どっちで、こっちで言って、こうしますか。こうしたら、そしたら、あ、来るねって分かるから。そう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 。怒りが来ないかな。どうしてこの関節の、こういう力を使いたくなる。この揺れが分かっちゃう。この動きだけ。あ、そう、そう、うん、本当にこのシンプルな動きだけ、シンプルなロボットの動きだけですね。余計なことを出していけないんです、うん、余計なことやりますよね、うん、やる前にこのぐらいの筋力は必要ないんじゃないかって、うん、じゃなくて、本当、まあ何度も言いますけど、これだけですよ、これだけ。こうしたくなる、うん、いつもこうしてしまうんですよ、うん、この押しもいらなくて、これそう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 、弾けない、うん、これだけなんですね。本当、本当だから、固定固定固定、あ、固定で、この方がこういう力が、余計なものを足さない。わ、うん、かりました。今の練習。はい。まあ、だから、武器通すと、うん、まあ、より繊細にそこを感じるので、はい、まあ、そういう動画でした、はい。武器を使って試してみてください。はい、じゃあ終わります。